アシナガバエは、ハエモク、アシナガバエ科に属する昆虫の総称である。世界中に分布するハンアリ種であり、約240属7000種が含まれる。踊りはエジオカの中で、最も種数の多いトガであり、総締め全体で見ても、種数の多い分類群の一つに挙げられる。和名には、ハエとつくが、実際にはアブにより禁煙である。 学名はギリシア語のデルタラムダイ高いとバイデルタを組み合わせたもので、足長ナバの成虫の足が細長いことを表したものである。この足が長いという特徴は和名の足長ナガにも現れているほか、例えば英語ではロング、レガドフライズ、ドイツ語でも、伝統的な分類では足長ナガかはタンケトをのとがとされ、17赤を含むとされていた。 しかし分類の再検討によって、ネジリオバヤカとパラサラスイニアカが分離された。そのためアシナガバエカという時に、講義のアシナガバエカという時には、その2赤を含むが、競技のアシナガバエカという時にはそれらの赤を含まない、範囲の分類群を指す。アシナガバエカに属する種は、世界で約240属7000種ほどが記録されており、ヨーロッパでは65属約900種。 日本では12属約60種が記録されている。ただし足長バ以カの分類学的な研究は進んでおらず、実際の種数は1万5千種に。日本にも未記録種を含めて約500種ほどが生息していると推測されている。また、化石種として多くの種が発見されており、暁新生から中心世まで様々な地質年代の地層から、 足長バエが記録されている抗議の足長バエかには以下の17赤が所属している。このうち、ネジレオバ赤とパラサラスイニーを除く15。赤が協議の足長バエかに分類される。この17赤に約240族が所属しているが、約500種が記録されている。足長、バエ族など非常に多くの種が記録されている族もある。 ラピアムエリガンティアラム競技の足長映えかに含まれる種は体色が光沢のある筋力色あるいは高褐色のものが多い他にあ色同色の種もおり稀に黄色黒色といった体色を持つ種もいる競技の足長映えに含まれるネジレオバヤカとパラサラスイニー赤の種はアンハ灰色などそれより比較的地味な体色をしている種が多い 成虫の体長は約0.8から9.0ミ、mm、リメートルであるが、講義の足長ばえカに含まれるニア赤の種は1から3ミリメートルとやや小型である。このニア赤に属する種と、競技の足長ばえカに含まれる種との形態的な違いとしては、羽の形状や死脈などが特に目立つものであるが、その他に、講義や触覚、生殖器の形状の違いも重要な際として知られている。 頭部は半球状で、副眼は死由どちらでも離れてつく。副眼の間にある単眼三角区には三つの単眼がある。合毛式的な特徴としては、単眼合毛が二本、後頭頂合毛が二本、頭頂合毛が通常二本ある。触角は三節からなり、短い。触角第三節の背面か先端から二節の死毛が生じる。脈は単純で、 脈の本数は比較的少ない。同じ踊り場へ上下に属する踊り場へ下の脈脈と比較して、第2期室が中室と融合している点や、RM 横脈が羽の基部近くから生じている点、肘質が極めて小さい点などが異なっている。オスの交尾機は大きく、腹部下側につく。交尾機の先端は前方に向かって曲がっている。足長場への幼虫は、 白色の円筒型で、十二の大節からなる。腹部第一から七節は一体の補腹体を持ち、腹部末端節には四つ以上の養生突起を持つ。また末端節の背側には、鬼門と下尾束を持つ。さなぎは眉に覆われることもある。頭胸部背面には一体の大きな呼吸管がある。腹部生体には通常、棘の横列がある。節は種によって異なるが、 丸みを帯びるか一体の差しを持つかである。アシナガバエの成虫は草地などでよく見られ、特に湿気のあるところで多い。種によって生息環境は異なるが、濡れ落ち葉の上や水たまり周辺、林園の下草の葉状、樹幹などで見られる。また、イソアシナガバエ族やムモイソアシナガバエ族など、海岸の岩礁域に生息するような種もある。幼虫は、 渓流付近の石の上や水たまりなど水中で生活する。ただし、養生の研究はほとんど進んでいない。成虫期の植生は昆虫食で節足動物を捕らえて餌としている。幼虫は捕食性の種と腐食有機物食の種がいる。ただし例外的にサリプテカスの種は植物の茎に産卵し、幼虫はその植物を餌とする。 屋内に入り込んでくることもあるが、体調も小さく目立った害となることは少ない。一方、農作物に被害をもたらすアブラムシやアザミウマ、ダニなどを捕食するため、農業的には重要な昆虫であるとみなされている。ありがとうございます。